普代軍事とは、日本律令制において、代々軍事に部任される家柄の家あるいはそこに属する軍事のこと。両制の選場令において、軍事の要件として、精錬な性格と事務に耐えられることが要件として挙げられているが、同等であれば、国造の家を優先させるという解説が復帰されている。つまり、原則的には、採用主義を掲げながらも、実際には、 山東県以来の伝統的な豪族勢力である、譜代にも配慮した人事政策が求められた。天平7年5月21日、朝廷は南馬朝廷も、官、譜代十代の家より、軍事候補者を選任するように命じた。これは、大化の改新以来氷の紙、表作りを務めた家柄の指すと考えられている。天平商法元年には、軍単位で譜代十代の家を、 通過選定してその着流のみに譜代としての資格を認めることとした。こうした譜代の軍事には他に、立軍以来の譜代すなわち、大法律令による軍制度制定時に軍事を務めていた家柄、そして、老公二世以上と呼ばれる軍制度導入後に、採用によって二代以上にわたって軍事を務めた家柄に分かれていた。南波朝廷及び、 立軍以来の譜代は、いわゆる伝統的あるいはこれに準じた家柄に属する豪族が譜代主義によって採用されたものであり、こうした経緯で採用されたものを立軍譜代とも称した。一方、老公譜代及び譜代以外の軍事は採用主義に基づく登用であった。このために軍事起用の際に譜代主義を取れば採用があっても登用されず、 逆に採用主義を取れば古代以来の名門でも、才能がないとして登用されないという事態が考えられたために、両者の依拠する立場は相反することになり、両者間の激しい対立の原因となった。延暦5年8月8日の漢武天皇の象徴には、国家や軍画の焦燥が焼ける、いわゆる進化事件の一員として、不大軍事が、 同廃軍事を陥れるために火を放った例を挙げているほどであった。このため、延暦17年には、不代軍事の停止と採用主義への一本化を行ったが、公認2年には、不代の方が地域に権威があって優れているとした藤原沿人の相乗を受けて、反対に採用軍事の停止と不代主義への一本化が行われた。もっとも、この変化の背景には、 採用主義を盾に、中央の指揮部署が諸国の軍事任用に関与するのを阻止して、自己の政務に都合の良い人選をしようと図る国士側の働きかけという側面も有した。後に、不代の家柄を大法律軍事以前からの家に限定して、老公二世を否定する。以後、官職の世襲化とともに、不代軍事による軍事世襲が固定化されることとなった。 ありがとうございます。